さんこんにちは、エスペランサ TV のナオミです。今回のエスペランサ TV は第167回目のエスペランサ TV です。それでは早速先週末のビデオを振り返りましょう。どうぞ。今週しっかり勝ってエスペランサ初の全国大会出場を決めたいと思います。皆さんで愛媛に行きましょう。応援よろしくお願いします。お願いします。エスペランサユースの鈴木慎です。この間の GS では5対0で勝つことができました。エスペランサユースとして初めて全国大会を目指して頑張りたいと思います。またトップは日曜日に全国大会を決める試合があります。自分も活躍して、いい結果を残せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ジュニアユース、エスペランサジュニアユース1年の関田レオンです。井上銀次です。この間の試合は1点決めて勝ててよかったです。その前のリーブレ戦では、ミドルシュートでゴールを決めれてよかったです。絶対優勝して昇格します。応援よろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のスペイン語レッスンコーナーはアルゼンチン選手のために、用意しているフレーズです。どうぞ。ジョソイカポネス、ジョソイカポネスというのは私は日本人ですっていう意味です。結構簡単に使えるので皆さんぜひ覚えて、アルゼンチンの方に使ってみてください。 Hola, soy Agustín, vengo de Italia, tengo 13 años y me voy a esforzar mucho para ser un buen jugador. この選手アウグスティン君はイタリアから1ヶ月間ホームステイとしてスペランサに来ています。皆さん仲良くしてあげてください。今週末の予定です。今週末は、とても大事な試合があります。トップチームの、前者の、決勝戦、これに勝つとエスペランサ初全国大会に行くことになります。相手は埼玉 SC、 場所は栃木でちょっと遠いんですけど、皆さんぜひ、すごいエスペランサにとって、大事な試合なので応援しに来てください。最後に、他の試合もチェックしてみてください。今回のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。
印象の試合は。でも立ち上がりでやる良くなかった。立ち上がりはみんな集中してて、で結構前からハマってたよ。早い時間で点取れたし。それな。点取った後、前いつも取られて引き分けとかで終わってたけど、でエスペランサトーナメントにやっぱ強いから。で1点目取った後に相手に点取られないで2点目を裏が取れたのが結構ね。で返されたけど後半に、まあそうだね、実際そこ課題だよね、もう引きすぎちゃうと。そうだね、まあ、でもそれから1点返せたのは、そうね、成長よね、久しぶりに ね、 そうだね、エスペランサらしさがね。そうこれ全国待ったなしっすね。次勝って愛媛行きましょう。じゃあそうですね、で愛媛でも勝って、ね、JFL に、ということで。